どうも、ワドです。新機材のテスト放送です。よろしくお願いします。えーっとですね、今日はですね、えー、2019年の1月の20日、えー、14時21分です。ロードワーク行った後に髪の毛を切って、かわいいでしょめちゃめちゃ可愛くないめっちゃかわいいでしょ髪の毛切ってきたんだけど、めっちゃ可愛くなって、 めっちゃかわいいワドちゃんになってでえっ、ー、とあれですかわいくなってあのなんだっけ iPhone かっ iPhone じゃねえや iPad 買ってであれです iPad 買ってラーメン食べて帰ってきましたどう映像と音声は問題ナッシングかな なんかプツプツしたりするなんかセッティングワチャワチャやってたんだけどどうじゃろうかどんなもんじゃろう見れてっかな,ないおいい感じじゃないおいけてんじゃん全然ちょっとカクカクしてるマジでちょっとカクついてる まジい。そうでもなくないかくついてないよね。大丈夫だよね。かくついてるかかくついてる大丈夫じゃないすげえ軽いんだけど iPad。iPhone? えじゃあ iPod、うん。すげえ軽い。 こんにちはめちゃめちゃ軽くて使いやすいわどうカクつき直ったみんな直ったどうすか大丈夫だよねこれいけるよね新機材大丈夫だよね 結局ね、この iPhone6 Plus スとスペック変わんないって言われた。やっぱり。俺の計算通りだったよ。計算通り。スペック変わんないらしいよ。すごくね。逆にそれが2万5千円で買えるってラッキーだったよ。疲れた。 今日はマジで疲れた。やばい。あい、ててて、筋肉痛絶対なるこれ。絶対筋肉痛になるわこれ。でしょ。やばったんだなこれ。これも使えるかな。大丈夫全然問題ないじゃん。 よかった。新しい iPhone。10万の iPhone なんて買えないもんね。とりあえず新機材。合格ですかね。これは。今までと変わらないスペックで配信、クオリティで配信できるんだったら、俺はそれでいいから。大丈夫そうだな。なんかな。大丈夫そうじゃないいけるっしょ、これ。 大丈夫でしょ、ね、みんな画像いい前よりあそうまあまあまあもう4年も使ってるし画面変えてるしねまあだからあれでしょ多分画面がまだ綺麗なんでしょうおそらく。 汚れてないんだよちょっとレンズの方が汚れてるかもこれ光が灯るな綺麗に映ってる ファイワード2大丈夫。光がちょっとな。これは iPhone の問題じゃないプレイヤーが出ちゃうこれはこっちの問題だな。 レンズのほこりがこんにちはち、ね、レンズ拭いてるから待ってて多分こそれで綺麗になると思う 問題ないでしょう。ょフレアは入っつう。ちょっと上からやろうか。これでだいぶん大丈夫だと思うんだよね。問題ないでしょう。オッケーでしょう。いい感じ。いい。よかった。新機材獲得です。ゲットです。 より綺麗なななな感じするんだなんでなんだだでろうなカメラの性能は変わんないはずなんだけどねカメラの性能はそんな変わんないよ音は読み上げつけたけど。

取り替えてあげるちょっとちょっとごめんねおー喧嘩しないよ喧嘩しないよペコペコが威嚇してる

機材使い分けていこうかな iPhone 別にこれ完全に壊れたわけじゃないからねまあ使えるっちゃ使えるんだよなこれを配信用にしてこれカメラ用にすればいいかそしたら別に問題ないもんなねえあマジで入院してたんだ あそんなにひどかったんだ入院は知らんかったわ腰やられたっつったもんね おめでとう,大変,おめでとう大変だったね。サソリマット機材は大手アット禁煙中さん一年動けないです。マジでクモモンさんおめでとうございます。一年動けないんだ、やばいね。やば。 なんだっけ仕事かなんかでダメになったんだっけコシ交通事故かなんかだっけサソリンマット機材は大手アット禁煙仲さんありがとうございます辛かったねへサソリン大変じゃんサソリン大変だよ去年からずっとこんな感じよなんかコシかなんかやっちゃったんだよねその原因忘れちゃったけど 原因忘れちゃったんだけどねかわいそうだよねよかったーでもサソリマットあの金魚や可能性積積積えんコシボネに虫歯できたと同じ感じ大変だったねー あーそれはもう防ぎようないもんね大変だったねマジかでもすごいよな今の医学って腰骨が可能しちゃってお医者さんわかるんだもんな医学ってすげえよな サソリマット機材は大手アット禁煙中さんかなり痛かったけど今は腰椎固定すべっていう手術したから腰動かせないなるほどねみんな大変だないやでもさもう すげえ、この iPhone、Twitter にも書いたんだけど、この iPhone って、俺生活保護の時に買ったのよ。で、新品だとさ、やっぱ6万だか7万とかするじゃん。だからめちゃめちゃこれ買うの勇気がいってさ、俺からしたらもうとんでもない100万ぐらいの価値がある iPhone だから、今の貨幣価値で言うとね。 生活保護で俺本当に600円1日の食費600円とかだったからさいやーこいつ頑張ったよなーこの iPhone こいつのおかげで飯食えたようなもんなんだもんここまでやってこれたのこいつのおかげだよ本当にまあでもねさすがに最近もう放送中にバツンと落ちるしさちょっと限界だよねまあ4年使ったらね4年しかも毎日 毎日毎日こいつでやってたわけじゃんまあ使い倒しだよな配信者だから普通の人のネットサーフィンと違う使い方じゃんツイッターからカメラから動画からね配信から何から何まで全部こいつでやってきたからなんか一周回った感じがあるね もう画面バキバキだもん。画面交換も3、4回やってるし、傷なんてすごいよ。見るもう隕石みたいになってんの。ちょっと近くで見えないかもしんないけど、ボッコボコのクレーターだよ。いや、もう何回落としたか。ボッコボコなの、ほら。見えないかなわかるクレーターみたいになってんの。ボッコボコに。こんなん買、買い取るとかじゃないよ、お前。こんなん、よく使い倒したな、みたいな。ボッコボコ。 いや配信だって俺これ持ってこうやって走ってんだよ <laughs> みんなはさ見てる方はさこうやってははかもしんないけど俺肩ロックしてこうやってずっと走ってんだよこうやってめちゃめちゃ肩こるんだからよく言うよななんで落とすのってスカイダイビングでも何でもみんなこうやってややっっててんだよこう毎毎日毎日やってんだよ 何が何で落とすのだよ気楽でいいよなリスナーは逆に何で落とさねえんだよ落とすだろ俺勝手に2ヶ月で落として画面バッキバキだったんだから超へこんだよまだニコ生だった頃川崎洋平君とのコラボで車で置いてかれて焦って追いかけたら落としちゃったんだよリスナーは気楽だよななんか 配信も金かかるのにさ「お前儲かってんだろ」みたいなもう全然カツカツだからね本当にちょっとねあのね最近のねなんかね風潮変わりすぎなんかね俺びっくりするのが配信者にだよ全く会ったことも関わりもないリスナーさんから金貸してくださいっていう DM とか来んのよ一昔前だったら考えられなかったもんね 配信者に金借りるみたいなだから古いリスナーさんとかはああもう配信者にはお金びん全員貧乏だから配信者はおごらないといけないっていう空気があんの最近のリスナーはそんなのないもんねお,お前ら金持ってんだろみたいなもうほんと変わったこの2年で進化だよないやマジでね 本当にみんなド貧乏だったかんね。あの横山みどりさんでも月収20万とかだったかんね。それでトップオブトップだったんだよ。考えられないよな。よくよく考えると。いや、今天国だよ、マジで。その中でも新しい苦しみは出てきたけどね、配信者の中で。そのお金を稼がないといけないっていうプレッシャーが出てきたから、そこにみんな、減らってるよね。 昔はね、リスナーさんと配信者が楽しんでやってたけど、一回さ、それを仕事に変えちゃったらさ、やっぱ、いやその稼ぎ続けないといけないわけじゃん。だから生活が維持できないから。大変だよ。なんか、どの世界も甘くない だからさ、たまにさ、座ってるだけでさ、椅子に座ってるだけで金儲けて、お前らが羨ましいとかさ、お前ただ花火上がるの待ってるだけじゃんとか言うけど、雑談配信者が4時間の中でどれだけ喋ると思ってんのって思うよ、本当に。やってみろよ、じゃあっていう。でも俺ら関係ないもん、みたいな。じゃあ、突っかかってくんねや関係ねえんならってさ、思わない腹立つよね。 それは配信者しかか同感できないかリスナーの気持ちは分かんねえかななかなかすげえ腹立つよほんとにまあでもねその中からね人気者が生まれたりとかしてるからありがたいっちゃありがたいんだけどね どうしたのお風呂ペコ酒が入りたら交代ねなんかベンジョタロウさんの あの、突さばきの方法が面白くて、ツイキャスの人はコメントが欲しいとき黙る。で、ニコ生系の人はコメントが欲しいとき喋るっていう、あの分析面白かったな。人のことを言う人が多すぎるとは思う。配信者はリスナーを選べないっていうのは辛い一つだと思ってます。あまあ選べないよね、うん。本当に選べないよね。本当でもね、なんかね、ふわっちはね、なんか、 こうしろよああしろよっていう人が多いね多分年齢が高いからだと思うんだけどなんかねツイキャスの子たちはね楽しんでるけどおっさんたちはこうしろああしろこうした方がいいんじゃねえああした方がいいんじゃねえってそれができねえから配信やってんのになそうそう後ろにシャワーしてる <laughs> おぶん知ってる人かな それは綺麗好きだから文鳥は毎日お風呂いっぱい入るあれかわいいよ天使だよ天使なんで文鳥ってもっとポピュラーにならないんだろうなと思うんだよねなんかねこんなにコスパが良くて コスパっていうのも変かもしんないけど、安くて、買いやすくて、懐いて可愛くてっていう。なんでこんな、なんかインコ、インコばっかり有名でね、文鳥はあんま知ってる人いないんだよね。なんでなんだろう。鳥大好きなんだ。文鳥っていうんだけど、可愛い,いよ、スズメみたいで。そうそうそう、ピッピッっていうのがメスで、オスは歌うの。キュキュルル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 とか。 個体によって歌い方違うんだけどその個性的な歌を歌い出すんだよだからオスの方はまあもう1年経つけどあれなんだよあのゲームの音とか俺がこうやってゲームスマホゲームとかやってその音真似だりとかしててすげえなんか気に入った音楽とかだとその音楽真似ようとしたりして可愛かったすげえもうだいぶ歌は決まってきたけどなんか3ヶ月ぐらい経つとねあれって歌い方変えたみたいな そうそうそう。さえずりっていうのペコ歌って、ペコうん、ペコ返事もするんだよ。手のひらに乗っかるんだよ。すごいよ。ねかん、なんかね、知らない人からね、インコ飼ってるんですねとか、インコインコって言うんだけど、インコじゃないからっていう。スズメみたいな感じ。ああ、いいねー。俺、夢だもん。 もう増やせないけどさすがになんか一軒家とかもし手に入れることがあったらもう文章なんか10パぐらい買いたいよねほんとにすげえ夢10パは無理か5話5話ぐらいいてこうねえ文章おじさんになりたいよかわいいよただね鳥はこれマツコデラックスの話なんだけど 鳥は懐くまで危ないね文鳥はねあのマツコ・デラックスの話なんだけどまだ俺経験ないんだけど鳥はペットロスって言ってペットがなくなった時のへこみ方が鳥が一番ダメージあるんだって、うん、猫と鳥は無理 <laughs> 絶対無理もうほんと標的でしかないもん猫のおもちゃだよ殺されちゃうよ一瞬で無理無理無理絶対無理 全く別名やった超管理が大変だと思う。ねえ、サッちゃん。さッちゃん出るカカ、出るサカカああ、出るペコ。ほら、歌ってる。ペコサカ喧嘩しない、喧嘩しない、喧嘩しないの。喧嘩ダメよ。うん、今、歌ったでしょ、少し。歌うペコ お風呂入ったの、二人とも。<laughs> 歌うぺこ。機嫌いいの見るはいはい。遊ぼうか。ちょっと。おいで。ああ、飛の。はいはい。おいで、ぺこ。シャーちゃん。ぺこはね、オスの方は懐いてないの、俺に。シャカの方は懐いてるよね。シャーちゃん、おいで。 はいおいおでほらほら。いいか水浴びは普通1日1回なんだけど、釈迦はもう1日10回ぐらい入るね。で、これドライヤー、バタバタやってんの。ドライヤーやってる今。ほら、パタパタパタって。乾かしてんの。可愛い,いでしょ。プル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 。釈迦、昔からお風呂大好きな。ねえ、釈迦ちゃん。可愛いいでしょ。お風呂大好きだよ、釈迦は。 かわいいでしょちょっと光が強すぎて見えない、うん、こんな感じあ来た来た来たペコかわいいでしょう、うん、こっちがメスメスのか。もう5歳だねこっちがペコペコペコやんちゃだもんね イケメンででかいひっくり返って寝たらねもうたまんないよね寝るんだよお腹見せて寝ないけどね俺のは釈迦だけ寝るのはペコはペコはやっと手のひら来るようになったぐらいでなあのんちゃんの言うことの方聞くねうんテンション上がってんの、うん かわいいでしょ。ねえ、楽しいよね、毎日ね。飲んじゃ来ないね、最近ね。ペコ。やばいでしょ。かわいい。イケメンなの。 いいよ、うん、上手もう一回歌って上手だったからうん聞こえる聞こえるみんな聞こえるペコの歌 これオスの特徴なの。あと踊るんだよ。オスは。聞こえた聞こえるいいでしょ。ねえ、仲良しになったんだよね。あダメ、喧嘩したい、喧嘩したい。喧嘩しないよ。喧嘩ダメ、喧嘩ダメ。この同盟性が恐竜の子孫だってわかるよね。足とか見るとね、もう恐竜だよ。ほら。恐竜でしょ、ほら。 足見ると分かる。足とかこの盲毛性見ると分かるよね。そう恐竜の子孫だっていうのが分かる。足。ティラノサウルスみたいな。こんなに可愛いのに。は上手、ペコ。ペコ上手だね。うん。 なれない <laughs> いいでしょう、うん、癒されるよ優しいんだよ頭もすごくいいんだよ感情年齢っていうのは3歳ぐらいなのね人間の年齢でいうところの感情の寄付は3歳だから怒りっぽいし 気がコロコロロ変わるの鳥だからだけど頭はものすごくいいよ頭5歳児ぐらいあるって言われてんのこんな小さいのにだよたった 25g なのに返事もするし感情も読み取れるあとね鳥飼ってよかったのが鳥言語が分かるようになるその7種類ぐらいは聞き分けられるようになるあ今喜んでる今怒ってるえー、呼んでる懐いてる 要はまったりしてるとかいろんな鳴き声があるの心配してる時の鳴き声とかそう返事をする時の鳴き方とか覚えるよだから野生の鳥も少し分かるようになるあ今仲間呼んでるなーとかあなんか警戒音出してるなーとか大体分からないそんなバカなと思うぞ本当に分かるようになるよ飼ってるとか ねえ、ペコ。ペコ怒りっぽいもんで、ね。やめなさい、これ。わかるよ。やっぱ一緒にずっといるからね。ペコは温厚、あの、釈迦はね、温厚な性格なの。優しい。今、爪めんでるのはね、あの、俺の指をきれいにしようとしてんの、これ。パートナーって認めてくれると、これをやるの羽。羽、指に羽が生えてると思って、ついばんでくれてんの、これ。 ーゃん今自分の羽やってるでしょこうやってパサパサパサって。これはだから櫛羽、羽をきれいにしてる。だから、ワドさんもやってあげるよ。ぺことシャカはやらないんだよね。ほら、喧嘩し、喧嘩しない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 。ないないちょっとストップ、ストップ、ストップ。ね。喧嘩しない。愛情表現。だけど、 二人でいるときはこうならないんだけど、俺の手のひらにいると、釈迦が一途なの、すごい、鳥って。ペコは釈迦のこと、こっち側はね、こっち側のこと大好きなんだけど、俺に懐きすぎてて、要は、俺と一緒にいるときは、あの、喧嘩しちゃうのう。これが難しいんだ、また。じゃあ今日はペコと遊ぼうね。ペコ仲良くなろうか。ペコは釈迦大好きだもんね。いやー、ほら、いっちゃった。 ああ、なんだよ。これはちなみにマウンティングね。これが、要は俺の方が偉いんだぞってやつね。これマウンティング。これダメ。威嚇してんのと一緒だから。お前より俺の、これこれこれ。これは俺の方が偉いんだ。これ舐められて取られたっていうよりもね、もう帰りたくてしょうがない。帰るはいはい。いいよ。おいで。ペコ。 言うこと聞かない、ペコ釈迦は言うこと聞くけど。そういうこと。お前より偉いんだからなって。要は、要は、マウンティングして。要は、俺の方が偉い。釈迦は俺の方が偉いと思ってんの。でも、あの、餌付けとかを全部、のんちゃんがもうベタベタだったから、のりこがもう釈迦かわいい。あ、ペコかわいい。ペコ可かわいいって言って、ペコずーっと餌付けしたののんちゃんだから。で、 ペコは釈迦がいたからもう先に先輩がいたから自分が鳥だっていう自覚あるんだけど、釈迦は子供の頃から俺がもうベタベタに育てたから自分のこと人間だと思ってんのよ。それでね、ちょっと序列がずれてんの。だからペコは、えっ、ー、と、釈迦が一番あ、自分が一番偉い。で次にペコあ、釈迦が大好き。鳥が大好き。で次にのんちゃんが好き。で最後にお前はメッシャだと思ってんの。 俺のことをねだから鳥はその上下関係すごく厳しい絶対にその上下関係作るからこれ本当はよくないんだよねでももうしょうがない1年経っちゃってるからもうこれ治んないと思うよっぽどのことがないとおいでぺこ言うこと聞かない釈迦はもう待ってるけどねずっと俺のそばから離れないペこ ペコ、あとね、坂がね、頭いいんだよね。坂は異常に頭がいい。ぺこはちょっと若干ドキュン。のんちゃんの頭の上に乗るけど、あんまり乗らないね。俺の頭の上には結構乗る。おい、ぺこ。のんちゃんの頭の上にたまに乗るかな。怒られた時とか。 でも、のんちゃんがべたべたに甘やかしちゃったんだよ。のんちゃん、基本的にもう甘、甘やかす方,方だから、かわいい、かわいい、って。俺の言うことは絶対聞かないんだよ、ね、ペコはか。家にもでもね、勝手に帰るんだよ、ペコは。帰りたいんでしょおいで。下かしたかいや、あなたはペコだから。<laughs> こんな感じ。 んご飯おいしい難しいよねおいでって帰り方分かんなくなっちゃったのさペコペコこっちこっちおいで大変だこれ厄介なことになったしばらく帰ったこと歌ってるぞ気が変わって 気がねポン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 かんもうほんと3歳児だよだから喧嘩したり泣いたり笑ったり喜んだり子供ってそうじゃん3歳ぐらいの急に泣いたり急に笑ったりとかほんとそんな感じ<っ>やめなさいよ怒るよダメだよダメ 絶対勝てないよ俺にペコ帰るのああだからダメだっつうの <laughs> はいはい帰るよはいペコ帰ろサルちゃん待ってるよサかサかはいペコ帰ろ、はい、サルちゃんに会いたいんでしょ入り口ここだけだからはい,はいかり、うん、はい帰りなうんはいよかったね まあこんな感じです猫とかとは違うけどまあ鳥は鳥でこんな感じで可愛いよこうやって待ってる遊んでよーってあれこうやってねあ,あーそっか外カメがかぶるのかこんな感じでね遊ぼうよーって もう終わりーって。時かごんなか二、ね、人で追いかけっこし。かわいいでしょこうやって。二 <laughs> 人で。終わり。今日遊んだでしょ午前中。終わり終わり。7年ぐらいが平均寿命かな。 いや最近ここ半年ぐらいすげえ老けた俺なんか写真見るとね髪の毛切るとき毎回写真撮ってるんだけど半年ぐらい前の顔全然若かったもん最近クマが抜けないしひどいねあと俺マイケル・ジャクソンと同じ病気になっちゃっててさ あの肌がね、あのー、真っ白になってく病気なのねあの色素が抜けてく病気なんだけどひどい最近さっきお風呂入ってびっくりしたのんちゃんはね宝の地図だって喜んでるんだけど和藤さんの体は宝の地図だって言ってるけど真っ白くなってんの太ももが右の太ももがどん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 広がっていってるなんかストレスらしいんだよね あの精神系のストレスでどん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 自律神経がおかしくなって体が白くなってくんだよびっくりするよあの見たら多分ううワイケル・ジャクソンなんかね黒人で真っ白になっていったからだいぶ迫害されたけどかわいそうだよねよっさんも同じ病気なんだよねある尋常性白斑って言うんだけど 見るびっくりするよ白人よりも白いのもアルビノみたいになってんの見る太もも気持ち悪いよちょっとあのもう白人の白さとかじゃないもん色素がなくなっていってるからビビるよこんな病気あるんだ ほら、マイケル・ジャクソンはさ、あの黒人だったけど、あの、真っ白になっていったじゃん。あれ、なんか自分で漂白してるとかさ、噂立てられてたけど、あれ病気なんだよ、マイケルは。どんどん広がっていくの。で、その皮膚の色素もなくなっていくから、あの、自律神経系だね。ちょっと、あの、グロいから、俺体毛濃いからグロいの苦手な人ちょっと目伏せてて。あー、花火ありがとう ありがとうタカちゃん。ほら、見えるよいしょ。んどうなってるこれで見えるかな映ってる光の加減でちょっと難しいな。ちょっと待って。わかるかな自分で確認できないから。あ、そっか、外壁にすればいいんだ。ほら。すごいでしょ 最初こんな粒だったの。こんな粒だったんだけど、ほら。で、白髪になってんの。俺もじゃもじゃなんだよ。ゴリラみたいに。だけどここ、あれって。なんかキラキラ白髪で光ってると思って。で、これなんだと思ったらどんどん広がって。もう今、チンコのところまでこんな色だよ。半分以上。いや、ここ2年ぐらい。 だから配信者のストレスって半端じゃないんだってだから血便とか吐血とか嘘だと思ってるでしょみんなこれ太ももだよほらこうやってどん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 頭がおかしくなって体に出てくるんだよ精神やられて自律神経おかしくなって皮膚がバグっていくもともとの肌の色はだから手の色見たらわかるよ っていうかね最初はこの小指で気づいたのなんか伴奏をこう貼ったあとみたいにこの、えー、と左手の薬指だけ色が違うの「でなんだこれ」って伴奏こう貼ってないのにと思って気づいたのそしたら「あれ太ももにも小さいのあったな」みたいなそうだからどんどん広がっていってる内ももとかもほらここもすごいでしょ で、今、ひどくて、チンコのところまで来てる。そうそう、白くないところが元の肌の色。それでも俺、色白なんだよ、結構。もともと色は白いの、皮膚の。だけど、ほんと、漂白者みたいな白さでしょ、ほら。あー、わかんないか、光で。ほんとに真っ白になっちゃう。だから、アルビノっぽいっていうか。気持ち悪くない,い俺は気持ち悪いって思ったけどね。 もともとじゃないから。治療法はなんだっけな、レーザーで焼くヒサロみたいなのと、あとはもうファンデーションで隠すんじゃなかったかな。生活改善っていうか、もう一回白くなったら治んないから、だから顔に出ちゃったら女の人とかこう白髪になるんだよ、頭だけ。この部分だけとか。顔もこっち側だけ真っ白になっちゃったりするの。 もうこれねえ、どうせならさ、こんなん太ももとか見えないってことこじゃなくて、顔こ,こっち側だけブラックジャックみたいに真っ白になった方が面白いのにと思って。あ、顔に出る人もいるんだ。俺、俺、顔に出てほしいんだよね。どうせだったら面白いじゃん。こっち側だけ半分白髪とかさ、顔こっち側だけ真っ白とか面白いじゃん。なんでこんな目立たない太ももに出るんだろうね。まあ、女の子だったら大変だけど、 別に男だからさ、どうせニートだからさ、こんなのネタになった方が面白いじゃん。多分ね、あの紫外線、アルビノと一緒だと思うよ、これ。うん。白髪になるのも色素のあれが作れなくなるからでしょ。だからタイもあそこも真っ白だったじゃん。白髪だったじゃん。まあ白髪までは見えないけど、もじゃもじゃだったでしょ、普通の部分は。黒い毛が生えてたでしょ。あれがな真っ白になる。白髪になるの。 で、皮膚の部分も真っ白になるの。だから本当に、なんだろう、う色素がないの。<laughs> 変でしょ。ここがこ、ここが一番わかりやすいよね。わかるほら。ちょっと光が当たってるからわかりづらいかもしんない。これだったらわかるでしょ。だふやけた後、絆創そこうさ、ずっと張ってるとふやけた後みたいにこんなのなったりするんじゃん。こんなところ絆創そ貼こうってねえぞ、みたいな。ほら。わかる で俺普通に肌は白いんだよ。それでこ、ここまで白くなるから。これで気づいたの。あれって。そういえばなんか太ももに白が生えてたなみたいな。そしたらもうどんどん広がっていくの。手のひらの大きさになって。もう今こんなだよ。もうこ,これくらいある。全部の面積達したで、やばいと思って最初はなんだかわかんないから怖いじゃん。 え、どうしようどうしようと思ったら、害はないの。<laughs> 腹立つでしょ。<laughs> 見た目こんなんなのに、害は特にない。うん、あの、二パターンあって、ストレスでなるパターンと、うーんとね、精神科の先生に聞いたら、あの、後天的なやつだから害はない方だよって言われた。うん、へー。 なんかその色なんかが作られてないんだよねバグっちゃって中身のない透明の筒状なんだその要は黒くなる成分メラニン色素だっけ要は皮膚のこの色と一緒なんだけどこれが作れなくなるんだよねバグでまあよくわかんないよねまあ、まあんまり害はないらしい で直すっていうよりは焼いて目立たないようにするとかファンデーション塗るとか要はだから元の要はもう精神やられてるから自律神経おかしくなってなんか構造線と関係あるパターンもあるから気をつけないといけないんだっていやあのね2パターンあるの構造線要はこことリンクしてる場合と その精神的な自律神経がバグって要はメンヘラでこうなるパターンの2パターンだってでまあまあそらくメンヘラパターンでしょうみたいなストレス抱えすぎだよってでもすごくない肌が白くなるぐらいストレス抱えて配信やってるとかっこよくない別にかっこよくないかうんそりゃね毎日毎日8時間も10時間も部屋の中座って コーヒーヒ56本飲みながらずっと喋っててで毎日毎日死ねとかハゲとか書かれたらこうなるわな<笑>,笑うよまあまあそんなそんな感じだよただね最近疲れが抜けない運動してるからまだその何て言うのかなその肉体的にはそう肩こらなくなったとか血流が良くなったとかいろいろあるんだけど 精神的なね、ストレスとか抜けないよね、もう。だ毎日、よくさ、だからさ、お前こんなことやってて不安じゃないの、働けよとかさ、言う、なんか、茶ゃしとか来るけど、お前よりよっぽど考えてるわって、お前よりよっぽど自分と向き合ってるわって思わない。毎日毎日、俺は、その、ね、明日ダメになるっていう恐怖と戦いながら毎日配信やってんだよっていう。 そんな遊びでやってねえわ、みたいな。あー、ギャバね。うん。スピルリナ飲んでる。ストレスダメなんだろうな、多分ストレス耐性もともとないし。あんまり顔に出ない方とか表情に出なかったりするから、あれなんだけど。クマ、クマこんなじゃなかったもん、俺。最近クマひどいよね。光飛ばしてこれだかんな。ポンチューみたいになってるもんね。 なんか病気なのかなん、なんかおかしいんだよね最近。健康保険証持ってないから検診もいけないけど。なんか変だなって思う。熊ひどい。そう、ここ3ヶ月ぐらいずっと熊が抜けないね。あと、まあ太ももの白斑が広がっていくし。まあいいか。 考えてもしょうがないもんねへえサプリメントサプリって効果あるのかな俺もクマがひどいから鉄分だよ鉄分だよっつって鉄分取ってるので亜鉛も取った方がいいっつって亜鉛も取ってでビタミンだよって言われたから今度ビタミンも取ってんのわけ訳かんなくてで取っても取っても別に効果を感じないんだよね ディアナチュラっていうメーカーのサプリ飲んでんだけどサプリって本当に効くのビタミンと亜鉛と鉄分取ってるんだよね効果あるのかなコーヒー飲みすぎなのかなそれとディアナチュラいっぱい飲んでるよ俺サプリって効果あるのデデディアナチュラっていう 毎日考えてるし今日も考えてるしあの一回吹っ切れたんだけど便所さんに相談してでもね結局もうやるしかないんだよねこれビタミン C 破産亜鉛鉄分これと亜鉛強いやつと亜鉛だけのやつと鉄分この3つ取ってるんだけどいや だってさ、配信休むって収入に直結してるんだぜ、俺の場合。収入に直結してるからさ、休むっつったってね、どうすんのよっていう。誰かが養ってくれるわけじゃねえかんな。毎日やるしかないんだよ。本当に。あれ延長ができないまたバグあれ延長しませんかあ、出た。延長しまーす。いや、本当に、 本当なんだよ。俺嘘ついてないよ。なんかさ、毎日言ってるじゃん。あの、本当に10時間配信やって、日当花火4発とかなんだよ。2000円だよ。で、8時間配信したら700円延長料金かかるから1300円だよ。俺の取り分。1300円3、1300円30日間稼働してごらんよ。4万円だよ。ここの家賃6万なの。 電気代、ネット代、光熱費とか全部あるんだよ。支払いとかが。気が気じゃないのわかるでしょそう。なもうもう金のこと考えるのやめたけど、そんなん言っても、ねえ、アンチがまた、また金の話かとか言ってさ、煽るだけだけどさ、200人見ててさ、花火誰も投げてくんないんだよ。ずーっと200人見てんのに。そう。そりゃ頭おかしくなるわ。延長代すらくれないかんね、最近。 会議の休憩できた。ああ、ありがとう、ありがとう。ペコボコランド、風船ありがとう。そうそう。まあまあいいけどね、まあ。ただで見れるもんだし。もうなんか諦めたよ、俺は。もういいや、死んでやると思って <laughs>、うん。一回ね、一ヶ月とは言わないけど、三日ぐらいね、ちょっと本当に、本当に休みたいね。うん いやバイトは働いたら負けだと思ってなくてそのうーんあのね多分ね働くっていうことを多分誰よりも考えたと思うので俺仕事ができないとかさ働かない人ではないのよ俺むしろバイトとか行ったらバイトリーダーにすぐ1ヶ月ぐらいになれるし必ずと言っていいほどあの社員にならないって絶対言われるのよ それくらい仕事できんの。めちゃめちゃ物覚え早いのよ。で、超真面目に働くタイプなの意外かもしんないけど。だけど、減らってくるの。本気でやばい減らり方すんのよ。何やってんだろうとか、その、いろいろ見えちゃうのよ。その、なんていうのかな、その、これ間違ってるよなとか、いろいろ考えちゃってもうパンクしてくんの。そう。だからもうね、多分ね、はた、もうこれしかないんだよ、本当に。 これしかないの。お疲れ様です。そう。だからね、働いたら負けじゃないの。もう、働いたら自分にとって良くないと思ってる。そうね、本当に向き合ってきたと思うよ。あ、新宿いるんだ。さっきまでね、あのー、三丁目の方歩いてたよ、プラプラ。うん、最近ね、都内いるね。今日、アップルストアでね、iPad 買ってね、iPod か、iPod 買ってね、これで試験的に放送やってます。 全然放送できるじゃん。よかったわ。2万五千円でよかった。これはいいね。これ十分。こんな、ねオーバースペックだよ。iPhone X とか。俺にとってはね。使いこなせてない。これでいい。2万五千円の iPod で配信やるのがちょうどいい。ね画質も変わんないしね。みんなとコミュニケーション取れれば俺は何でもいいんだよ。 ある意味、バイトより辛い。だから、そこだよな。その、うん、まあ、その、辛さの質は違うけど、楽なんだよね。頑張ったら頑張った分だけ入ってくる喜びとかもあるし、その、じゃあなんで食えてんのっつったらさ、千円二千円の日だけじゃなくて、いきなり、一ヶ月に一回くらい、いきなり十万くれる人とかいるの。大金持ちのリスナーさんか、わかんないけど、誰だかは。 ボーンって花火100発ぐらいくれてうわ助かったわーみたいなや家賃払えるわーみたいなもうそんな世界だようーんああするスキルそう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 だからもう20代の頃とかってもうどうなってたかっていうとそれを社長とかにもう電話とか直談判しちゃって俺社長と殴り合いとか本当にあるんだよ 社員のこと考えろよ、みたいな。なんで賃金上げねえんだよ、みたいな。そう、もう、ダメよ、性格的に。もう。そんなのさ、ある、あはたありがとう。そんなのさ、社長からしたら給料上げるわけないじゃん、奴隷なんだから。株主からしたら奴隷なんだからさ。そうそうそう。まあ、全然働くよ。働く。うん。ねえ、報われない時もあるよね。いや、心の問題なんだと思うよ。 本当に経営者がちゃんと社員を幸せにしようって考えてる人だったら給料を上げるはずだし心のケアとかねぎらいとかやると思うもんでももうやんないでしょそうね面白いその考え方があってその西洋は家族は家族で仕事っていうのは西洋人ってこれあのこれ本当にちゃんと勉強してるんだからねあのこれ本当なんだけど 仕事イコール神様から与えられた、えっ、ー、と、試練なの。だからもう割り切ってるの。仕事はお金のためって割り切ってるの。その神様が与えられた罰の一つだから、現在だから。だから、残業しないの。わかるだから、その命令以上、契約以上のことはやらないってはっきり言うの。ただ、その契約をして、 この分の仕事やったらこの分の給料をもらうよっていう。要は経営者と労働者が対等な関係なの、彼らって。っていう資本主義、彼らが作った資本主義の論理を俺らは急に与えられたけど、日本って、その道だったのね。その家でもあり、職場が生きがいでもあり、道でもあり、生き方ね、道っていうのは。道であり、家であり、そしてお金をもらう場所だったの。 だけど、資本主義の原理を世界のグローバルでアメリカと戦ったり、中国と戦ったり、韓国と戦ったりしないといけないわけじゃん。その時に、仕事内が家族だ。面倒を見るっていう考え方って不純物でしかないのよ。だって、会社の利益をより多く上げるために、給料をなるべく下げてとかをやらないダメなわけじゃん。そうそうそう。だからまっすぐで真面目な人が損をするのはどうなんですかまあツイートにも書いたんだけど、 ツイッターに何て書いたかっつったらね1500円仮になんだけど都会あの東京とか大阪とか名古屋とかの都会だけでも時給1500円にしたらね生活保護の人抜けるよ生活保護13万円なんだよね、でもえっ、ー、と時給1500円にしたら1万2000円8時間の労働で稼げるわけでしょうん1万2000円で20日間勤務で24万ですよ 24万と13万円だったら絶対働くっていう人増えると思うの。生活保護は抜けるでしょ。で、今度、奥さんで底辺って言われてる人たちのカップル24万、24万で20日で働いたら48万だよ。世帯収入。子供産むことができるじゃん。で、今度、その、みんなが働き出すから残業とか余計なことをしなくて済むのよ。賃金が上がるから。めちゃめちゃいいでしょ。国は財政負担が減るでしょ。 残業をしなくて、ブラック企業を残業しなくなるでしょで、子供が生まれるでしょ日本の問題全部解決するんだって。そう思わないだから、じゃあ財源どこでやるんだよって。いやいや、それをねじ込むんだよって言ってんの。国がもう答え出てんだから。<laughs> 無駄な残業とかブラック企業がなくなり、インフレがちゃんとインフレプラス2%ぐらいに回りって全部好転するじゃん。 だから国が最初に投資をするんだよって言ってんだけどわかんないんだよなもう何の話してんだって話したけどね <laughs> 働いてないやつがその国を考えてみただから真面目な人がバカを見る社会ダメだと思うんだよね俺だから末端の労働者底辺って呼ばれてる人たちが幸せになる国家じゃないと 俺もう国としての機能がま回ってないと思うんだけどね政治家分かっててやんないかんなはるかに頭いいわけでしょ俺より分かってないはずがないんだよ 真面目に働いてる現場の人がニコニコとして子供を産む幸せを得てってだからどんどん家族がバラバラになってくるんだよね結婚式に会社の上司を呼ぶとかあだからそれが気持ち悪いっていう社会になっちゃったんだようんそれがもう気持ち悪いっていう社会になっちゃったんだってだからその要はね 日本社会ってもともと宗教規範がなかったの。ずっと昔からないのよ。宗教ガバガバだから日本って。あの、仏教とかもさ、戒律を全部取っ払って、ご利益あります、南無阿弥陀仏とか言って、勝手に改良しちゃったから。神道もともとゆるゆるだから、なんか全部に神様宿るとかいうわけのわかんない宗教だから。とにかく宗教はない。じゃあ今度、何があったかっていうと、戒律もないでしょ。 ゆゆるゆるでしょ倫理感も薄いのよ元々じゃあ何が日本社会ってその稼いになってたかっていう要は見えないルールだったかっていうと社会そのご近所の噂話とかだったのわかる要は村社会とかその世間の目みたいなものが稼いだったのでもそれがついにインターネットでぶっ壊れてなくなったじゃん のが今の日本。だから会社の上司を結婚式に呼ぶ。祝いごとに上司なんて来るの気持ち悪いっていう社会になっちゃったんだよ。ついに。だからオワコンなんだよ。すごいよね。本当に。高いノルマで安い給与。その真ん中で自分の心のバランスを取る。うーん。やばいよね。 すげーよな恐ろしい国家が出来上がったな恐ろしい国家。 もうだから国民だと思ってないんだろうね。上級国民たちは。もう従順な消費者を作り上げちゃったんだろうね。ただ消費をしてほしい人たちを作ったんだ。人間だと思ってないんだよ、多分。リスペクトがなくなったんだよ。コーヒー飲みてえな。 いやむしろ日本はそれがあったから良かったんだつまりその家庭が駄目でも家族だっていう感覚があったの社員がだから上司が親代わりでもあったわけだ,だからうちの部下が「すいません」って謝る文化だしアメリカだったら考えられないでしょお前のミスはお前のミスだお前がクビだ お前が訴えるぞって会社と従業員が支払いとかあるわけじゃん契約を結んで契約違反だとか日本ってすごくて部下の失態は上司が謝りに来るんだよそれって家族でしょ要は子供の責任は親の責任ってことじゃんでもそれがバカらしいっていう風になったのはその制度が崩壊したから上司なんて呼びたくないっていう社会要は順番が逆なんだけどそうなっちゃったわけじゃん もともとはいい制度だったんだけど、グローバルか、まあまあしょうがないんだよね、だから。うん。うん。社畜っていう言葉あんまり好きじゃないんだよね。俺、働いてる人が一番偉い人だと思ってるから。うん。ええー、マジで言ってんすか、ビッグボールさん。 外国人に働かせるっていうことは日本人の職がなくなるってことだけど大丈夫経営者の目線だとそうだけどっていうかまあ実際東京なんか中国人とかフィリピン人とか台湾人とかね日本人働いてないかんね。 そのうちっていうかもう東京でコンビニで日本人働いてるのなんか1割ないと思うよ。俺新宿来てびっくりしたもん。日本人の店員さんだと珍しいって思うぐらいだもんなんか俺がよく例えるのは。 村,村で考えるとすごく分かりやすいよっていう主婦の人とかこういう話すると分からないって言い始めちゃうのよ難しい話してるように感じちゃうんだけどすっげえ簡単だよっていうのを主婦の人とかにあの100人の村で考えてって100人全員農民の村よりもね肉食べたくないっていう主婦の人に食べたいわ じゃあ、牛さん育てる人、豚さん育てる人、卵も食べたい、鶏も食べたい、じゃあ、鶏、じゃあ、魚も食べたい、漁師さん。じゃあ、今度、それを、商店があったら便利だよね。じゃあ、商店やろう。って言って、100人に分担させるの。いろんな仕事でいい。いろんな仕事でいい。ね。で、その時に、全員、魚釣りやるわって言ったら、お米食べられなくなるよって。 そうなると分かるじゃん。そうなると理解できるでしょ。で、今度、日本がやってることって、じゃあ、低賃金だからって言って、日本人が運動をしてるわけじゃん。要は働かないよって、給料上げるまで働かないよっていう運動をしてるの、ニートって。 でそこに対してじゃあお前ら働かないんだったら普通の国だったら給料上げるっていう方向経営者とか給料上げるって方向性に行くんだけどじゃあいいわ外国から人入れるわっつって村人増やすんだよだからそれがさっき言ったその村人の仕事がなくなるよっていうことでも結局生活保護しかなくなっちゃうっていうね都内だけじゃなくて全国に広がるだろうね どうなんだろうな全国。広がるのかなもうそれって日本なのかって思うけどね。まあまあまあ日本っていう国はもうやっぱ唐の、唐の昔に滅んじゃったんだろうな。うん。まあ多分俺が生まれた頃にはもう名残はあったけれども、多分崩壊はしてたんだろうね。 もともとすげえいい国なんだけどね。うーん、外国人ね。文化とか水準とかめちゃめちゃ高いと思ってんだけど、俺ちなみになんか日本嫌いじゃないからね。めちゃめちゃ好きな方だと思う。好きだからまあ、こういう話してるんだと思うし。 コンビニとかかかが他の国のの国人を雇うのは賃金が安いからなんですか全然安い。全然安い。例えば、どれくらいなんだろうあ、いってらっしゃい、ペコポランドさん。風船ありがとう。どれくらい安いんだろう多分600円台とかじゃないの ?700 円とか。都内だったら日本人雇うなら、 1100円とかだと思うの。1100円、1200円ぐらいが相場だと思うの。で、夜だったら25%増しでしょ残業するときも25%増しでしょ高いんだよ。外国人、ねえ、700円とかで雇えるんだったら、いいんじゃないのそっちの方が。その、純粋に儲けっていうことを考えたら、オーナーの目線だったら、それを選択せざるを得ないわけじゃん。だから、 その国として規制をかけないといけないんだよ給料を上げる方,方法で、うん。いやだからあのうそういうふうにやって要は移民,移民なわけじゃん移民じゃないって言ってるけど。 移移民民じゃなないっって言って言るけど移民なわけどわだけど俺それどう,どうしてまずいかって思ってるかっていうと日本ってもともとその単一民族だけで形成されてる国特殊な国家のものすごく特殊な島国だからでその中で何が起こるかっていうと低所得者の外国人が数十万人いるとコミューンができるんだよ だから、チャイニーズタウンとか、ブラジリアンタウンとか、あるでしょ多分みんなの、住んでる県とかのエリアで。で、今度それ何がまずいかっていうと、日本人の人と子供が生まれるから、ハーフが生まれるんだよ。これ何を意味してるかっていうと、その2世、3世とかの差別も始まる、スラム化が始まるのよ。治安めちゃめちゃ悪くなると思うよ。うん 治安めちゃめちゃ悪くなると思う。うん、まあ官僚がねやってるんだろうな。だったら人口を増やす方で考えればいいのにって思うんだけどね。 だって外国人入れるっていうことはさ足りない人口を補おうとしてるのと一緒じゃん。じゃあ1970年代にやった人口を減らそうとした運動を何だったのって思うんだよ。<laughs> 減らすなら減らすでやれやいいのに。だから急激に減らすとこうなるってことだよね。 なんて検索したらいい外国人労働者の給料は日本人と日本人以上だっていうのって実際ヨーロッパで起きてるテロは移民2世やからそう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 でそれが日本に起こると思ってんの50年後とかにやばくねで絶対差別が起こると思ってんだよね 差別、スラム、暴動要はテロだよね日本人のいいく日本人の目線からするとテロだって言い方すると思うけどうーん少子化問題解決できないから労働者不足になるそう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 外国人労働者に働いてもらって日本人は皆ニートで遊んで暮らす方向です フランス革命前後の富裕層システムを日本で改革でもさ冷静に考えてもらっていいですか成り立つわけないよ <laughs> そんなの国家じゃないもんそれをやろうとした国は全歴史上全部滅んでるわけじゃん成り立つわけないと思うよ俺 だからあのなんかね勘違いしてる人がコンピューターの発展で働かなくていい社会が来るんだベーシックインカムでいいんだって言ってる人俺バカすぎると思っててコンピューターのエンジニア優秀なエンジニアを抱えてる会社の利益が爆上がりしてゾゾタウンの前澤さんみたいな優秀な人はどんどんお金持ちになるけどその人たちはお金配らないよっていう。 だから、底辺の人たちがより底辺になって、その、なんつうの、AI とかを、仕事を自動化に成功した企業の、オーナー株主だったりとか経営陣たちが儲かるだけだよって。とんでもない二極化が進むだけなのに、なんで、その、なんつうんだろう、安心な社会が来ると思えるんだろうっていうのが、俺、不思議で不思議でしょうがないんだよな、ね。俺、ベーシックインカム反対派だから。 だからまあ、それに気づいて、なんだ俺ら土底編じゃんって言って初めて革命が起こるのかなって俺は思ってるんだよ。その気づいた子供たちの世代が。成り立たないのにその方向性で改革を進めてますよ、内閣を。 まあまあそうだろうね。ていうかだから内閣ってさ、日本の構造で一番やばいのって、票を持ってるのがほぼお年寄りなんだよ。例えばさ、あの、狩野さんさ、すげえ面白い話があって、2020年の日本、これ数字上の話なんだけど、2020年の日本ってどうなってるかっていうと、50代以上の人が人口の半分になるのよ。 これどういう社会かって言ったら、まあ、あバカだから100人の村で分かりやすく例えるんだけど、村がありますと、国でもいいんだけど、コミュニティがありますと、このコミュニティのうち半分は50代以上ですって。女性はもちろん子供を産めません。男性も20代よりも労働力として弱いわけじゃん。まあ、労働力弱いってうか知的労働だからそこも微妙なところなんだけど、 それがい、もう確実に来年起こる出来事なんだよ。加納さんね。うん、加納さんごめん。そう。が現実なんだよ。俺、前澤社長の名言、出る杭は叩かれるが、出過ぎた杭は叩かれる余地すらない。あ,あ、まあ、ビル・ゲイツとか叩かれてないかもね。うん。だから、な、票取りゲームじゃん。政治家は自分の仕事を守るために、年寄りたちにお金ばらまいてる。例えばさ、 生活保護って生活費2兆円国家予算で配ってるの。これ事実なのね。生活費で国民に2兆円払ってるの。ここまで OK。ここまで多分みんなが知ってることじゃん。国家予算90兆円のうち2兆円は生活保護で使ってるのね。国の財源の中で。年金で、えー、な、何兆だっけえ、な、何兆って言ってたっけ 何十兆円って年金でばらまいてるんだよ。国が。やばくない <laughs> あの、年金を積み立てたりとか、今集めてる額の足りない分を何十兆っていう額を今国家がばらまいてんの。なんで生活保護は悪だって言うんだったら、 みんなが払ってる消費税とか年金と全く関係ないお金からそれを出してるんだよ。現在で。もう足りてないんだよ。もうなうでだよ。それをマスコミも報道しないし、みんな知らないって言うんだよ。うん。保護費の5倍以上突っ込んでんだよ。やばいよね。本当に。それで生活保護の人を叩く、叩いて、やべえなぁとか思って、どういうことだみたいな。 働いてないおじいちゃん、おばあちゃんにはお金じゃんじゃんばらまいて、生活保護以上のお金、5倍のお金をばらまいて、誰も、ね、年金やめようって言わないの。生活保護をやめようって。いや、生活保護やめようって <laughs>、じゃあなんで税金払うんだって思うもんね。ね。すごいよね。まあ、それでね、あの、小川さんと生活保護の番組ずっとやってたんだけど。 やばいよな本当に小川さんまあまあ小川さんがね政治家になるから俺はありだなと思って小川さん船橋市議会からっていうかもう本当国会議員になってほしいよ小川さんに、うん、僕不正受給してないですよ アルボラと同じで生活保護たたきは闇を隠すため、うん、あの金持ったジジバまの子供は孫は相続税でまた税金持ってかれるぜ、うん、日本は物価が安いからね物価を上げれば必然的に賃金も上がるけどね 物価を上げれば。物価を上げれば賃金が上がる。経営者が払ったらね。うん。え、でもさ、ビッグボールさんさ、じゃあ、あの、反論していいですか。物価は安いんだけれど、日本の企業全体の GDP ってずっと右肩上がりなんだよ。売上ベースで言ったら。 ビッグボールさん経営者なわけじゃん。まあ、あどれくらい何年経営されてるかわかんないけど、今も経営されてるはずだから、売上率上がってないっすか。うん、ビッグボールさんの話。家電とか野菜とか値崩れの話は置いておいて、利益ベースで言ったら上がってるでしょ。右肩上がりじゃないどう いや、全然違う。大義さん全然違う。どう下がってる売り上げ。ねその上がってる率で自分の従業員の給料ベースって上げてる飽和状態だから安くなってる。えっ、ー、とや、安いえ、利益が上がってるかどうかじゃないの物価の話じゃないよ。利益ベースは上がってないの。 上がってないんだったらいいんだけど、でも、あの、これ、いや、違う、ビッグボールさんをあお煽りたいわけじゃなくて、日本の GDP ってずっと上がってるんだよ。成長はしてるの。ずっとだよ。上がってないんだ。じゃあ、じゃあいいや。えっ、ー、と、他の企業上がってるんだよ。ずっと。日本って。でも、賃金が、19、もう30年間ぐらいだっけずっと、初任給上がってないんだよ。 俺、逆だと思ってて、物価が上がったら、給料が上がるんじゃなくて、給料が上がらない限り、物価は上がらないと思ってんの。なんでかっていうと、末端の人ほどお金必ず使うから、うん。まあもちろん業種によると思うけど。そう思わないビッグボールさんさ、その末端のベースの人って貯金しないじゃん。生活保護の人もそうだけど。全部使い切るわけじゃん。だから、ここが上がらない限り、 物価は俺上昇しないと思うよ。インフレは起こんないと思うよ。で、あんまり景気の話と物価上昇、インフレかデフレかと景気は、あんまり結びつける、つけるのは、俺は違うんじゃないかなっていうのが、考えかな。だから、その、よく言うんだけど、国の運営が経営者みたいな考え方してるから、間違ってるっていう。国って、 その富の再分配を行う機関であって売り上げっていう概念ってないのよ。売り上げ。うの形を形成したのは岡本、坂本、与太郎、グラバーによりで日本ほどシステムは優しい国はないと思うし日本は住みやすい。そのうん、えー、と。 さっきも言ったんだけど、経営者の目線からすると、利益、あの、会社のそもそも仕組みって利潤動機っていうんだけど、利益を追求するためだけの組織なの。本来はね、あの、ソーシャルワーカーとかもいるから、その社会性をもっと豊かにするためにやるんだってやってる人もいるから、一概には言えないけど、本来の経済学的な意味合いで言ったら利潤動機なわけじゃん。それは多分反論はないと思うの。 基本的には利潤同期。どの会社も。利益を追求する。だったら、賃金をより安くした方が、利益率は上がるわけじゃん。これだから、この考え方は俺は、経営者は正しいと思ってるの。ただ、その、富の再分配を行わないと、国がルールで縛らないと、俺はダメだと思ってる。それを、そのための国家だから、そのための民主主義だから。 だから、民主主義を正しくやらないと、国家の、国家が利潤動機みたいな、政治家が利潤動機をやってしまうとこうなるなっていう慣れの果てだと思ってる。 金字じゃなくて富の再分配を行うためだけの機関なんだよ国家って本来はだから金字手じゃないんだよ本来だから国がもう国の借金とか国国自体にその利益ってないのよ本来 そこがね、多分理解できないんだと思う。要はね、家計簿的な発想をしても意味がないよっていうことをずっと言ってんだけどね、なかなか理解してもらえないんだよね、それが。政府と国は別なの。で、国って何なのかをね、多分ね、日本人は理解してる人ほとんどいないと思う。政府のことを国って言ってんの。政府は一機関なのよ。国の中のパーツの一つでしかないで、役割なのね。だから、その、 政府イコール国家だってなっちゃってるのが俺はおかしいって言ってるの。それ、小学校の時に習う民主主義が伝わってないでしょっていう。国っていうのは人のことを指すんだよと。国民のことを指すんだよっていう。天皇陛下でも、本来は国っていうのは、今の日本の制度上よ。法律的なも、まあ、本来あるべき姿なんだけど、国民主権なんだよ、本来は。 すごくいいこと言ってる。加納さんね。資本主義をやるときの上で最低のルールがあるの。最低限の。それがセーフティーネット。うん。だから俺は自由にやっていいよ派なの。俺は二パターンあると思ってんのよ。要は、日本はもともと社会主義寄りの国家だから社会主義に戻そう。要は国民の気質に合わせてルールを変えようっていう案が一つ。日本を社会主義にするっていう。 元々あった仕組みに戻すっていう方法。で、アメリカ追従型のね、資本主義バリバリの国家にするんだったら、国民が、えー、と民主主義を覚えないと無理。要は、国民が社会主義的な発想をしながら、そういう気質っていうのかな。で、もと完成された社会主義っていうのを字でやってたわけで、うまくいってたわけじゃん。世界一の国家も作ってたわけじゃん。 だからねそこなんだよ。ルール側を変えるか国民側を変えるかの問題だと思ってる。俺はこの2つしかないと思ってる。で俺はどっちでもいいと思ってるね。あいやいや,きいやいや、ビッグボールさん、うんと誤解してる誤解してる。俺は。 オーナーとか経営者がそうなのは別に悪いことじゃないっていうことはずっと言ってんの。それを縛らないといけないのは国家なの。縛るっていう言い方が悪いのかもしれないね。要は税金を経営者に渡すっていうことね。要はね、最低賃金を1500円にするっていうのは経営者、中小企業は無理だっていうのは分かって言ってんの。だから財源は国家が出すって言ってんの。そ、それだったら意味わかるでしょ。これどういうことかっていうと、 生活保護とか年金とかそういうセーフティーネットの仕組みはもうどんどん負債がでかくなるだけなんだから働きたくなる社会を作るのよ。要は給料を上げるしかないのよ。簡単なことなの。でも中小企業はそんなお金ないよっていうの。今まで通りでいいと。働いた人に補助金出すって。だから国民側からするとただ1500円もらえるだけ。あの、東京とかだったらね。地方レベルで言うとは1200円ぐらいでいいと思うよ。1250円とかでもいいし。 ただそれだけなのよ。そしたらシンプルでしょ。俺別に経営者が悪いなんて思ってないもん。そうなるとしっくりくるでしょ。だからもちろんもちろんそれは考えてるよ。だから経営者が悪いとか資本家が悪いなんて思ってないの。だからさっきも言ったけれども国民が社会、要はむ昔の DNA の農民だったわけだから、要は米本位制やってたわけだからずーっと。 それはね、あの、タカさんね、あの、日本人の労働階級の人たちが春闘とか運動を起こさないからだよ。ストライキでも起こさない。えー、と、そこだと思うよ。単純に。だって、フランスとか見てみればわかるけどさ、鉄道止めちゃうんだよ。3日ぐらい。<laughs> で、鉄道止めたら俺らもやるぞつって空港止めちゃうんだよ。シュアーデス、パイロット、空港の従業員が居座るんだよ。 いやあ、もう勘弁してくれっつって、CEO が、お金ちょっとあげるよって言って、わあっつって。だから、つまり資本主義って、要は、労働運動ありきなのよ。本来、その、労働者たちに与えられてる権利なんだけど、働いてる企業で、労働組合とかある機能してるやってないでしょだから、資本主義向いてないんだっつって。 難しい話だけど俺は当事者問題だと思ってるから本だから何だろうヨーロッパとかアメリカとかの学生が酒飲んだ時にまず話をすることって自分の国をどう良くするかなんだよこういう話なのね酒飲んだ時にまず一番俺はこうした方がいいと思うああした方がいいと思う。でも日本の大学生見てこないよ酒飲んだら風俗の話女の話ねスマホのゲームの話とかばっかりでしょ 配信会で誰々がとか悪口とかばっかりでしょ。くだらないことばっかりじゃん。どうやって遊ぶかしか考えてないわけじゃん。セックスとギャンブルの話とかばっかりでしょ。だからそれが今のレベルなんだよ。だからヨーロッパの留学生とか呆れてるらしいよ、本当に。日本人ってマジでこんなレベルなのって。うん。中国でも、中国人とかの学生とかも、バリバリ話してると思うよ。うん。 鉄道止めまくっていた頃が懐かしい。うん。だから難しいで終わらせちゃったらもう終わりだよ。本当に。だから、俺はニートとかなんで肯定派か、生活保護なんで肯定派かって言ったら社会運動の一つだと思ってるから。単純な話。一回もう国家転ばないとダメだなと思ってるの。これマジで。じゃないと日本が良くならないと思ってる。 働かないっていう運動なんだよ、これ。無意識的なね。考えてる人は少ないと思うよ。もっと利己的な動機だとは思うんだけど。200万人の生活保護者を放置した国家だっていうのが俺の正しい認識だから。あ、俺の正しい認識っていうよりも俺の認識ね。 働かない人が200万人いるんじゃなくて、200万人働けない人を作った国家だと思ってるの。俺は。 ずっと営業マンだよ俺でもこれ口の論理じゃなくてめちゃめちゃ勉強してあのめちゃめちゃ勉強してたどり着いたことをシェアしてるつもりなんだけどね口で言いくるめようじゃなくてちゃんとその経済学とかまあ俺超バカだけどでも間違ったことは言ってないはずなのだって小川さんとか早稲田の法学部卒業でしょで君言ってること正しいよって言ってくれてるわけだからそう 自分なりにおかしいな、なんか変だなっていうのを突き詰めてゆっくりゆっくり勉強してきて、やってるんだよ、その。あ,あ、そうなんだ。三島由紀夫が死ぬ前に返したんだ。あー知らんかった。えー。 家を読んでみようかな一回未来の日本人の若者は労働放棄するってはあまあそうだろうないやだ俺単純な話だと思ってて働いた方が得じゃんって若者が思ったら単純に働くと思うのでバブルせ 世代の働け働けって言ってるおじいちゃんたちって単純に働くのが楽しかっただけだったと思ってんのね単純な話儲かるし楽しいし遊んでただけじゃんあれぶっちゃけな話一生懸命働いてたとは思うよでも基本的には俺バブルの時には働いた方が儲かったし楽しかったし女はナンパできたしバブルでアフターファイブ遊べたしってただそれだけだと思ったの 今、働けば働くほどバカを見るから若者って、その、何て言うのかな、感覚で生きてるから、だから新しいムーブメント全部若者から生まれるじゃん。子供って素直じゃん。あの、親御さんとかだったらわかると思うけど、そう、ただそれだけだと思うんだよね。俺は基本的にはでも、誤解されたくないのは、労働はいいことだと思ってるからね。 労働は尊いことだと思ってるただ、その、ちゃんとした労働ね。うん。俺はそれは時給1500円だと思ってる。東京だったら。最低時給1500円。だってアマゾンとかって、末端の末端のアルバイターに1800円払ってるんだよ。だから、iPhone の値段高くなってるじゃん。 あ iPhone の値段が高くなってるんじゃなくてアメリカとか給料がどんどん上がってるんだよ物価上昇率に合わせて日本人だけ給料が上がらないから iPhone が高くなったように感じてるだけだからねなんで iPhone11 万とか12万するのいや給料の最低時給が1800円とかの水準だからだよっていう労働の義務と定義と意識は刑務に服します ああ、わかんねえな、難しくて。どういう意味なんだろう。そもそも、あのー、労働の義務って言うけど、罰則規定がないじゃん。税金はそのまま納税の義務でいいと思うけど、あれ納税の権利だったわけよ、もともと。で、内容見た大義さん。内容見たかどうかで言って。俺そこでちゃんと言ってるから。不正受給じゃないですよ。タイトルだけ見て言わないで。俺ずっと主張してるから。 動画見てきたから、あの、質問に答えたら答えてあげる。その上で質問があるのね。俺は言ってるからもう。タバコ吸いたくなってきた。いや、吸えばいいじゃん。うん、俺、タバコ体に悪いと思ってないかんね。<laughs> うんどこ、どこについて不備があんのちなみに、不正受給ではないよ。区役所が言ってるの。 でも iPhone も売れなくなってるから単価上げてるって考え方もあるんじゃないああまあ、ブランド化しようとしてるっていうのはあるとは思うよ。うん。ボンは立つ。いや、とんでもない。俺も楽しいですよ。すごく <laughs>、うん。売れなくなってるから単価上げてるわけじゃなくて、ブランド戦略でしょ。だって、なんだっけな。フランスでい、い 利益率やばいのビトンの話がすげえ面白かったんだよね、ひろゆきの。あのー、材料は全く同じで原価が全く同じなのに、利益率が半端じゃなくいいの。ソシャゲとかってさ、あのー、利益率すごいって言うけど、それどころじゃないらしいよね、ビトンの利益率って。まあ、それそうだよね。1000円で売ってるベルトと、ビトンのベルトって言ったら、原価かそんなに変わるわけじゃないもんね。 ままあ、まあブランディング戦略で利益率半端なく上げて賃金一律っていうのは何で無理なんですか賃金一律は資本主義じゃないから資本主義っていうのはえっ、ー、とメリットいい部分を言うね最高の商品が最安値に手に入るのが資本主義のメリットのえ要は A 社 B 社 C 社っていうふうになるけど、えー、とそのために法律で独占禁止法っていうのをやるんだけど 例えば、最終的に突き詰めると1個の企業が勝っちゃうじゃん。例えば、俺がよく言うのは、吉野家とすき家と松屋が、一時期牛丼230円とか250円以下で売ってた時あったでしょ。全部赤字になったじゃん。あれは何をやってたかっていうと、吉野家とすき家と松屋は、どこの会社かを潰そうとしてたの。だから価格下げて下げて。要は原価が割れてんの。どんどん赤字になるの覚悟で、どれか潰れたら値段上げたら自分の利益になるわけじゃん。 だから独占禁止法っていうのがあるわけよ。独禁法ね。っていうようにその国家がやらないといけないこととその民間企業がやることっていうのは考え方が真逆に等しいのよ。俺定学歴のバカだよ。俺中卒だよ。うん、そもそもが俺の放送は定学歴の戯言ごとだから大丈夫だよ。 賃金を一律にしようっていう考え方が社会主義ね。それが共産主義って言われて、マルキシズムって言われてるものね。だからさっき言った社会主義って言ったのそれね。要は、ロシア、ロシアじゃない、ソ連とか中国とかがやってること。まあ、本当は全然なってないんだけど。それが人類の面白いところなんだけどさ。 要は人類平等だと。賃金統一だって言ってるけど、全然ボゴリゴリの資本主義。っていうかマフィア経済だよね。簡単に言ったら。マフィアが運びる世の中になっちゃうっていう。まあ日本は治安がいいのは、ね、あるから。マフィア経済ではないからね。 でもねちょっとね悔しいのがねこれ俺がその反社会的なことを言ってるように誤解されるのがちょっと悔しいよねこれ当に働いてる人が豊かになってみんなが幸せになることを考えて言ってるだけなんだよ本当に自分のことを置いておいてねとりあえずそうだからねなんかねそこはねちょっともどかしさはあるよね 信玄、OK、を一律にする傾向が強いのが社会主義ですから、俺は完全部合も悪くないと思う。もういいんじゃないまあだから、談合社会、根回し社会、まあ日本的な社会だよね。でもそれね、グローバル経済には無理だよ。中国とかアメリカ人にやられるよ、やっぱり。あいつらだって、その資本主義強いもん。合理的だもん。 日本人ってやっぱ非合理的なところに経済性を求めたりするからだから俺はそのちょっと厳しいなと思ってるよねまあ唯一の救いだったのは技術だったんだけど技術も漏れてるわけじゃんど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 んだって日本でね定年退職あと2年で退職金ねえ3000万しかもらえない 中国に3年勤めたらねえ1億やるよって言われたら行くでしょどんどん技術ねえ優秀な人が漏れてくん、まあ、発光ダイオードの事例とかもね見たら裁判とか面白いけどね 最新者はベンチャーっていいうよりも個人事業主じゃないのベンチャーだと思ってないよ。本当遊んでるだけだから。もう要はね、俺、あれなんですよ、会社やってたことあるんですよ。ビッグボールさん知らないかもしんないけど。あの、俺は向いてなかった。頭悪すぎるし、その、無理だわと思って。食ってくぐらいは余裕でできるんだけど、要はやりたくないことをやってお金を得るよりも、やりたいことだけやって、 で低収入の方が幸せだなって思って実際やってみたらやりたいことをやって遊んでるだけね遊んで遊んで遊びまくってね20万ぐらい稼げてめちゃくちゃ幸せなんだよ辛い部分もあるよもちろんだけどそのなんだろう何やってるんだろうとか俺生きてる生きてる実感はあるのよ今の方がストレスとかあるんだけど生きてる実感は間違いなくあるね もう遊びまくってる。っていうか本当に働いてないしね。だから不思議だなと思って。だから体験からくるものもあるわけよ。遊べ遊べって。本当に大人が遊んだら仕事になるんだよって。まあベンチャー語れるんだったら運営サイドじゃないの。ツイキャスとかフワッチとか。 俺らはなんか企業としてやってないからね。遊んでるだけ。 でもねツイキャスやって驚いてることが1個あってツイッターのフォロワーは全然ふわっち伸びなかったんだけどツイキャスはみんなツイッターフォローしてくれるからびっくりしてるツイキャスやってよかったわマジでツイッターとの連携がすげえ強え だってさ奴隷はっていうかさ末端労働者の人たちがさ俺らさまあ俺みたいなさ年中暇人みたいなさネットサーフィンずっとできるような人じゃないわけじゃん1日30分テレビ見るとか配信見るっていうのがさ新しい情報取るってすごく大変なことなのよ普通に働いてる人からすると奥さんとかも家事洗濯料理とか子育てとか大変なんだよ そのためにマスメディアとかジャーナリズムってあるわけじゃん。要は、本当に国民に伝えなければいけないことを、専門的にやって正義感を持って、正しいことを伝えるんだっていう。マスコミもジャーナリズムも日本ないもん。自由報道ランキングないよ、この国。韓国以下。先進国の中で最下位なんだよ。 自由報道ランキングで検索してみて日本ってもう北朝鮮のこと笑えないぐらいの国家だからなんか AKB がどうだとかこうだとかをずっとやって誰々が浮気してる不倫してるどうでもいいわ世界で起こってる紛争経済格差デモテロだ何にも報道してないじゃん 渋谷でハロウィンだ。馬鹿じゃないの本当に。ジャーナリズムなんかないんだよ。まあだから俺はたまにこういうことを話したくなるんだけどね。頭に来るから。まあそうだろうね。いやだから幸せっていうか不幸になってるじゃん。うん、いや、いいんだよ。資本主義で勝てる頭のいい能力のある人とかはいいんだけど、 俺は、その、バカな人もいるわけじゃん。バカが99%なわけじゃん。俺らみたいな。俺みたいな。で、真面目に働く人へのリスペクト。やっぱ、農民、要はね、侍がかっこよかったのって、侍は命を張るよ。いざって戦の時には。でも、農民に対するリスペクトがなかったら、一揆が起こるんだよ。農民一揆で殺されるんだよ。だから、持つ持たれつ役割分担でやってきたわけじゃん。武士は、 農民、民のことをずっと思い。で、農民は侍に命を預けるっていうさ。なんかもう、めちゃくちゃでしょ、ほんと。いや、俺は政治とかやんないけど。違う違う。おぉ、<laughs> かシンプルに言うは、言いたいことは。末端労働者真面目に 働いてる人が幸せになる社会作ろうよ。以上。もう本当にそれだけ。ない頭振り絞って喋ってるだけ。末端で汗水垂らしながら働いてる人がかっこいい、素敵。そういう社会になろうよっていう。その人たちがリスペクトされる社会になった方がいいよ。そうそうそう。受給1,500円。最低限ね。今の物価換算でね。 要は、真面目に働いてる人、汗水垂らしてる人、努力してる人がバカを見る社会は、国が滅ぶよ、っつっての。ただそれだけ。すごくシンプル。言い訳はない。 豊かに暮らしたらまあ時給換算ねわかりやすくねだって今日本国民の3四4 0パーセントが年収400万以下だよ世帯収入グラフとかデータ見ると面白いよ今日 俺の放送が終わったらみんなに調べてもらいたいのは、日本の報道ランキング、自由報道ランキングで、世帯収入とか地域格差とか、給料額じゃない。うん。データで見るといいよ。俺はデータで見て、これを喋ってるから。つまりね、意見が分かれるっていうのは、データにズレが、持ってるデータにズレがあると思ってるの。みんながみんな同じデータ見たらたどり着く先。 こうしなきゃまずいよねっていうのは一緒なんだよ。だから俺はそのデータに基づいて言ってるの。要は生活保護2兆円しかかかってないよって。年金には何,何倍も金額が使われてるのに年金は叩かれないのはなぜだ。そう。それは年金として集めたお金じゃなくてみんなが納めてる税金だからね、今足りないなうで、さらに広がっていくんだよとか。 だから結局データを、要はジャーナリストがちゃんとニュースとかでそういうデータを出せば、出せば同じ気持ちになるんだよ。隠してるから。そう。生活保護ばっかバッシングして、マスコミを。なんでか、年寄りがスポンサーだから。年寄りに都合の悪いじゃん。年金もらえなくなったら見なくなるでしょ、テレビ。 だから、その、正しい、要は、正しいことを知ったら、正しい、みんな同じ結論になるんだよ。1たす1は2でしょ。そう。こうし、こうし、こうし、なきゃだめって、うん。調べてみんな。 調べないとやられるのは自分だからね。知ろうできればねマイケル・ムーアの映画を見てもらいたいけどね。 あれはアメリカの話だからちょっと日本は違うと思うけど。ま、あ20年遅れでね、アメリカの20年遅れで同じことが日本に来るって言われてるからね。キャピタリズムって映画見ると面白いよ。主婦の人でも笑えるから。あのバカでもわかるように作ってあるから、キャピタリズムって映画見てみて。ツタヤでレンタルできるから。マイケル・ムーアのキャピタリズム。主婦の人も笑いながら見れるよ。 映画え8時間拘束拘束なしで時給千5 0 0円でもやることなく早く仕事返されるのはどう思うのんどういうこと給料が払われないってことそれとも仕事が終わったら帰っていいよってこと さっきビッグボールさんもう一回言うね。日本人の考え方を社会主義から民主主義や資本主義、要はアメリカ的な考え方にシフトをするか、政策をね、社会主義に戻すかの二択しかないって言ってるの、俺は。もうそこに答えが出てる。で、どっちを選ぶかの議論だったら分かるの。 それが定まってないっていうことは、俺が言ってる多分意味を理解してくれてないと思う。主婦の人はなんでそこに興味ないと思いますか女の人は悩んだ時に占いに走るの。男の人は原因はどこかって考えるの。女の人ってね、何か嫌なことが起こった時、これは生まれた星の が悪いんだ血液型が悪いんだ。え粉、ー、茶 <laughs> が悪いんだっていう考え方をする。もともとそういう生き物なの。これはディスってるわけじゃないの。で、男の人の脳っていう、男の女の脳なんだけど、男の人っていうのは、原因はどこにあるのかって考えるんだよ。だから政治、政治になるって。で女の人は、単純、あの、ものすごくシンプル、直感的だから。 のりこは占いあんま走らないねユダヤ人、うん、一つ言います。海外は、我が国家よりも資源も豊かで労働の確保も、ん労働の確保って何解決してますからね。比べ方が違う。日本では無理。和道の理論で労働者を幸せにすることは。 日本に住んでる人が日本は無理っていうのって国民主権がないって言ってるのと一緒だよ。それって積極的無責任な行為をしてるだけ。俺には関係ないって言ってるのと一緒。だから日本人がそれを言い続ける限り俺は無理だと思ってる。だから俺が主役だって思ってないから。わかる 国民主権、民主主義を理解してない。だからさっき言った、み、民の考えの方を変える。要は考え方を変える。要は教育だよね。の方を選ぶのか、考えを国民側がシフトするのか、アメリカの考え方に。資本主義に。か、もしくは、制度を変えるかの二つ。で、日本では無理だよっていうのは、国民は変わらないよっていうことで受け取って OK。 いや、年寄りは死ぬから。うん。みやびが LINE さらしてるぞ。いいんじゃないさらしても。俺別に後ろめたいことなんか何一つないけど。何にもないよ。どうぞ。日本ではっていうか、日本人だから、日本のことだけ考えればいいんだよ。日本人は。海外のこと考えなくていい。 じゃあ皆さんお疲れ様です。楽しかったです。ありがとうございました。最後に面白かった人はぜひアイテムいただけると嬉しいです。お気持ちだけでも結構なんで、アイテムください。それじゃあお疲れ様です。ありがとうございました。